7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュースこちらです。デジタル庁2022年4月までに創設する方針。 平井デジタル改革大臣は昨日の記者会見で行政サービスのデジタル化を一元的に進めるデジタル庁について2022年4月までに創設する方針を表明しました政府は来年の通常国会にデジタル庁の設置法案や IT 基本法改正案などを提出したい考えで菅内閣の看板政策の早期実現を目指す方針です 菅政権誕生直後ということで、さまざまな角度からね解説いただこうと思います、このデジタル庁、今日は結構、長官の一面の方とかで乗っこれ、この内閣の一番大きな仕事になると思います。と、はい、いうのはあの、菅さんはサイバーセキュリティーもあれ、官房長官で,なるほどで、あれは野党が反対してて、あの意味があんま分かってなくて、はいあの、成立がすごく遅れて、日本は集会遅れ。 で特にこのデジタル化はです、ね、はい、まさに縦割りの役所で、<ー>全部方式もシステムも違うんですよ、気象庁によって、うん、だから、あ<ー>あのコロナの時分かったことは、はい、保険証とかやんのみんなファックスでしょ、そうでしたねちょっとみんなびっくりしたと思うんですよ。で、それはどうなるかというと、予算が縦割りで、はい、つまりどこへ発注するかっていう。 あそこにある種の利権があるわけですよ。なるほど。だからこれをやって本当に一元化して地方自治体まで一元化するってことは壮大な実験なんですよ。うんこれができれば一気に日本の国のシステムは変わるんですが、はい、壁は2つあって。はい、壁が二つうん。1>, はい、1つはそもそも日本の政府はオープンガバメントになってない。 つまりいろんな問題が出てきたでしょ、データが消えたとか、統計がいい加減とか、結構ね、よくこの番組で高橋祐一さんがよく言ってたように、そもそも予算だってどんぶりだったって、そっか、言ってたでしょ、みんなが考えてるほどね、オープンできっちりしてないんですよ、あうんの呼吸、日本式、だからデジタル化して一元化したら、全部オープンなんですよ。例えばアメリカ行くとね まずソーシャルセキュリティナンバー取らなきゃ、はい、それ取ったら銀行で初めて口座できるわけ、うんそこで自分の小切手、チェックブックを作る、はい、それでクレジットカードを使っても、払うときに自分でチェックしてから小切手を切るわけですよ、うんそこでセキュリティがかかる、日本は自動で落ちますよね、だから詐欺が多いでしょ、はい、でもう一つそれだとなぜガラス張りになるかと口座とつながるわけですよ、うんオンライン上で,で,で。日本は今ね、はいええ、あのー マイナンバーをひも付きにするのって<ー>大体日本はスパイ防止法もそうだけどみんなプライバシーがばれるって言ってるけどあれ何かっていうと、はい、要するに税金払ってないね、グレーな人がものすごくいるわけですよ、うんはい、だからこれをやるってことは政府もオープンガバメントにしなきゃいけないし<ー>同時に世の中もガラス張りになる、うん、つまり税の、はい、ね 調べる収入、こっちの方もオープンになってくるわけですよ。昔、東郷さんとかね、うん、東郷さん、今でもそのままですよ。サラリーマンは10割全部把握されるけど、やっぱ自営業とかだと、そうでもないぞみたいなね。そうすると、政権与党の自営業の人たちはそんなことっていうでしょ、その辺がずっとあって、日本はね、良くも悪くもあうんの呼吸、グレーのバランス社会なので、それがこのことを一気にやるということは、社会が大きく変わる。 はうん、これを菅さんはずっとその官房長官の時サイバーとかデジタルの担当でもあったでしょ、はいえー、で実務をやっていく中で、こういう縦割りの壁っていうのが政治を一気に変える、ね、だから皆さんが国家観を語らないとか言ってくると、これは国家を変える最大の実験なんですよ、はい、あじゃあ、ボーリングのセンターピンみたいなものなんですね、すこれ倒れたら全部倒れてくると、うん、だから、デジタル、ああ、関係ないわ、俺、興味ないわじゃないんですよ、デジタル化するっていうのは、社会をガラス張りにするってことなんですよ。はい き今日はこれだけ言おうと思ってきた <laughs> い,やいきなりっちゃう <laughs> あでもそうなんですね、なんかデジタルってみんなやってたから、みんなやろうとしてたから、うん、あ,じゃあちょっと便利になるぐらいだよねみたいに思ったら、そんなことないですね例えばね、伊さん、対面授業で僕ら教室でやってたでしょ、はい。今年オンライン、オンデマンドになって、ずっと300人ぐらいの大きなオンデマンドで、授、はい、業支援システムにアップするんですよ、ネットに。ということは、それ全部一人歩きするわけですよ。 だから、おそらく全国の大学の先生、そうだと思うけど、改めてデータとかを調べ直して、私は少なくとも今年勉強しし直ました今までなんとなく雰囲気で適当にって言ったらあれですけど、そうですね、例えばここはみんなオフレコだよと、僕の先生の取材ではこうだよって言ってたオフレコとかオンレコ分けれないですよ。 ネットで伝えたものはすべてファクトなんですよ。うん、これもね、やっぱりなんていうのデジタル化と同じで、ええ、ガラス張りへ向かった。今年はそのステップだったと思うね。まずはデジタル庁についてお話をいただきました。えー、菅内閣のお仕事ぶりについてはいろんな角度から今日はお話しいただこうと思います。 おはようニュースネットワーク。取り上げるニュース、こちらです。菅内閣が本格指導国民のために働く内閣をスタートさせて、しっかりとした成果を上げて国民の期待にお応えをしたい、そう思います。発足から一夜明けた昨日、菅内閣は本格始動しました。 菅総理大臣は総理官邸に、河野行政改革担当大臣、平井デジタル担当大臣、田村厚生労働大臣の3人を相次いで呼び、自民党総裁選で掲げた縦割りの打破、デジタル庁の新設、そして不妊治療への保険適用の検討を加速するよう改めて指示しております。なんかもういきなり仕事始まってんなぁという感じで、うん、アイドリングなしで一気に来たって感じですね。あのー、 河野さんと平井さん呼んでデジタルですよね。それから田村さん呼んでコロナですよ。で、はい、それからそのうちの特に不妊治療の問題もありましたね。はい、これをね、ええ、具体的に仕上げていくっていうことで来年の通常国会、うんはい、野党はとはガチンコになりますよ。 あこの辺のこの法案が全部出てくるわけですね、うん、でこれはさっきも言いましたけど、はい、要するに国をデジタル化っていうのは、オープンガバメントを作ることだし、はい、社会をガラス張りにすることですから、うん、一大実験ですよ、うんで、これで下から積み上げていって、一気に変えていけば、はい、世の中変わる、その実績を仕事をし、内閣ですから、うんうん、やってから、だから僕は解散を後ろへ行ってんじゃないかなと思ってるんですあそれもそうなんですねもちろんね。 野党へのあの牽制があるから、はい、常に世論調査してますから、解散はいつでもするぞとは言ってます、はい、だけどこれが、普通はね、1>, <ー>1年先送ったら追い込まれで麻生さんので負けたで、あの時それをアドバイスした菅さんと、はい、麻生さんがそれでおかしくなったと言われてる、ああ、関係がですね。 解説、僕もそういう解説を前、してました。でも、よくよく考えると、はい、そこまで引っ張っていって、このデジタルとか不妊治療とか、ええ、コロナを収めていく、オリンピックをなんとかやる、うん、そこまで、うんはい、この低い目線でね、説明しながら積み上げていったら、野党を持ちますかね。<ー>で、野党はおそらくまた、盛りかけ桜ですよ。 あなるほど。だけどは僕はあれがそもそも間違ってると思って、うん、森掛桜ってのは全部違う問題なんですよ。うん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 。それぞれに全く違う説明。そうん、俺とものはむしろあのー、佐川さんの答弁が、でたらめだってそこに合わせようとしたんで。当時の理財局長。それも全部安倍政権打倒のために一部メディアは紙面作りしたわけでしょ。で、掛け学園のはむしろ逆で、はいええええ 半世紀も僕は大学いるから分かるけど、行、はい、ってびっくりしたのは、<laughs> 門前払いですよ、学校を作ろうとして。はい、獣医学部を新しく作ろうとするとそれ自体が、そんなことを認められるのって話でしょ。ある意味、既得権をがっちり守っていたという。うん、だから、ある意味で、あの、11連盟から政治献金受けていた石破さんが4原則っていうのを出して、作れなくなった。はいうん、そっちの方が、 むしろ指摘されなきゃいけない話ですよ。で、桜はこれ明らかに増えすぎて、そんなもん、ちょっとと思うじゃないですか。そうすると、本来一つずつ明らかにしていかなきゃいけない。政府も一つずつ答えなきゃいけないけど、なんであなたかってすべて政局ベースになって、で、レッテルの張り合い、これを野党他にどうぶないから、特に不妊治療みたいな、 よくね、みんながやってほしいと思ってるような政策をバーンと出してくられると、焦るじゃないですか。うん、うそうするとまた予算委員会でね、わ、はい、ーっと声を大にして、同じことを言うわけですよ、<ー>この3年、4年言ってるで、それはもう野党への支持率にならない、<ー>でだんだん疲弊していく、はい、いつまでやってんのって,みんな思ってる、もうすでに思ってますよね、うでそういうとこで、このさっき言ったオープンガバメントで社会を本当に変える、はい、で実際これが、 デジタル化が運転免許、も保険証はもうつながることになってますよ。そうすると、マイナンバーといずれアメリカみたいに紐付きで銀行口座とつながる、ええ、まさに透明な社会を作るわけですよ、ガラス張りの。はい、そこまでどんどん社会が動き出したら、ええ、同じことをレッテル貼りだけ言ってたら、置いていかれちゃうでしょ、ええ、もう見えてるんですよ。うそうすると、そこまでやって、オリンピックの後の空気、はい、おそらくどういう形でもオリンピックはやりますから、ええ、その後に、 ギギリギリで会社やった方がいいだろうと<ー>でその時きおそらくこの間総裁選を戦ったもう石破さんと岸田さんはもう後継に消えてしまってる、はいええ、ある次の世代に移ってますか、うん、だからこの政権で一番、ね、目立つ役、はいええ、今の既得権を壊す係かか、うん、ネットで大人気の 河野さわ割と動きやすいポジションにしたでしょ。ああ、防衛大臣から変えたってた、うん、そこの意味が。しかも、一部メディア誤報になった、総務大臣って流れたでしょ。ありました、うん、はい。えー、で、えー、総務大臣外したから、なんかどんどん下がってるって、ある有観視は、批判してたけど、はい、そうじゃないですよ、フリーハンドですよ、壊す方をネットを含めてガンガン発信しろなんですよ。ああ そっか、内閣府の特命担当だから、下に何か官僚ががっちり組織でついてるわけじゃない。カムキンさんは組織の調整力じゃなくて、はい、発信力の強さですよ。うそうすると、これ実は行閣担当ってみんなスーパー出すけど、ええ、その後ろに丸ポッツでついてる、はい、 規制改革の方が大事なわけですよ、<ー>ここで規制の緩和じゃだめなんですよ、うんうん、だって規制を残すんだから、緩和は残すことになるから、今まで役所がみんなごまかしたのは緩和ですよ、なるほど、改革という名の緩和だと。規制を一気に岩盤規制を壊していくわけですよ、で要するにオープンな社会を作る、その発信力で、何かあったときには河野さんはもう次の総裁候補、はい、菅さんはもともと河野さんにずっと期待してるから。 そうですよね、河野さんやるために、うん、総裁選でやるために、派閥飛び出したりしましたもんね。プラス、菅さん頼むよと言った安倍さんが信頼している加藤勝信さんを官房長官、はい、これも総裁候補ですよ。<ー>それから最近、悪くなったって安倍さんが褒めてたけど、仕事はできる外務大臣、茂木さん、はい、この人も間違いなく総裁候補、これだけ揃っていく、これを育てながら、こし据えてやるんですよ、実務内閣として。なるるほど、うん、そうすると あの石破さんの人気っていうのは、実は地方に誰も来ないときに、東京の人が来て裏話してくるとウケるんですよ、僕だって地方行って、講演して中田町公ですっとウケるんですよ、そのこととリーダーをどう選ぶかの人気ってのは別なんですよ、特に自民党の党員なんて、あれ、職域支部で、大体業界団体ですから、その辺がね、まあ、こいつはなんですが、僕も天につばするようなもんですが、メディアがこの、 30年、40年、僕も40年以上やってますが、ええ、全然進歩してないじゃないですか。<ー>政策、政策って言って、はい、改造とか総裁選ったら急に政局一変と、うんうん、どうなったのみたいな。で、ね、内閣に名前つけるとしたらっていうのを必ずやる。うん、やる、うんで。しかも自分たちの意見にそぐわないものは、 何でもレッテルを貼って足を引っ張る。うん、もうそれ自体がネットでみんなが他の情報を見れるようになった時に、はい、アウトなんですよ。そのことにメディアは気がつかないと。だから象徴的なのは安倍さんが辞任会見した後、はい、安倍内閣の仕事を評価する人が朝日新聞調査で71%。そうですね。それから共同通信、それから TBSJNN 系列も60何パーですよ。はい、つまり、リベラルサハって言われる、はい、安倍さんをボロックソに言ってきた方の、うん、 データが上がってくる、それはネットの動きをよく見ないといけない、えー、このことはあと出てくるトランプさんのことについても言える、はい、メディアそのものが政治プレーヤーになってしまってる、その批判があるっていうことを。 改めて僕は感じましたね本来のところに立ち返れっていうことそう、ファクト、データを使って、自分の意見を言うなっていうそこでもう一個用意していたニュースが、アメリカ大統領選の世論調査なんですよ、バイデンさんが9ポイントリードって出てるんですが、この辺っていうのも、要の東西問わずに、アメリカのメディアも点々点ですか、これもロイター通信などですから、大手メディアですから、ええええ、アメリカで起きてることは、大手メディアは政治的プレイヤーなんですよ、反トランプの。だから そこが読めなかったから前回のヒアリー・クリントンさんの日本のメディアみんな間違えたでしょだから僕はよく大学で教える時トランプさんって相当変わってることは確かだけど何でも。 その実態以上にひどく日本では伝えられているところがあるんですよ、そこはね、ちょっと冷静に突き放して、うん、他のネットの世論調査とか、はい、細かく見ていかないと、うん、このロイターなんかの調査で9ポイント、ああ、そう、トランプ負けるのというふうには、絶対にならないですよ。うんうんうん ここは要注意ですね。なるほど、そうすると、菅さんもそのトランプ政権なのか、アメリカと付き合っていくってことになるわけですねそういうこと、やっぱり11月3日のトランプさんになるのか、バイデンさんになるのか、だけど、テレビ討論やったら、バイデンさんしんどいと思うけど、ちょっとお年でくたびれてるから、だけど一方、トランプさんもね、CDC センターの所長とワクチンの、うん、あんなに。大喧嘩してますね。 えー、<laughs> だからちょっとね遊びがあるとは思うけど、はいえー、そういう意味では。あのー 今、流れてた10月25日とか11月1日の解散ではなくて、そのアメリカの大統領選も見、今、積み上げてきた来年通常国会まで予算と、それから年内に例のイージス・アシュアの後との処理と、敵基地攻撃の問題、こういうのを決着してね、仕事の実績を上げて、様子を見ながらっていうふうにまあ見た方がいいのかなっていうふうに、ん。 続いて「教えてニュース」キーワードです。衆議院解散 もうなんか今日のね、えー、この番組の裏テーマみたいにもなっているキーワードですが、えー、衆院議員の任期満了は来年の10月であります解散・総選挙いつ踏み切るかさまざまな記事も出ておりますがあの総理同棲を見ますと昨日菅総理は選挙プランナーの三浦博さんと東京都内で、えー、ホテルで朝食を共にしながら意見交換をしたなんていうのが出てきておりますまあこれで巣は解散かという憶測も出ていますがどうかというところです あの支持率も高い、うん、でこれ、コロナが今はなんとなく収束してるのかなみたいな雰囲気の中で解散しちゃうんかなみたいなことも言われてますけれども、うん、なかなかこれは難しいですかあの三浦さんとね、会、はい、ったってニュースこう流してるでしょ、流してますよね、やっぱり、もうこれだけで野党はもうビビりますもん、んやっぱりやるのかなと。で今日読売新聞の一面は 安倍さんのインタビュー出てたででしょそうです、ね、その見出しが衆参、ダブル選挙を常に考えていたってあるでしょう、総理官邸と自民党本部っていうのは、はい、自民党はあの事務局長は選挙の神様がいるんですが、はい本塾さ,、ね、さんというね、あのねよ政府・与党っていうのは、いつも調査やってるんですよ、だからいつでも解散・総選挙は常に考えてるんです。ーあー 1年365日、24時間、打てる時にいつ打てばいいかで、それをいつも込み込みで政局判断してるんですよ、はい、それに対して野党はちょっと緩いんです、その辺が、あ<ー>もう閉まったり緩んだりで、それで無駄に資金使ってしまったりとか、はい、っていうね、揺さぶられてるんですよ。だから、はい、あの 一つのメディア分析にアジェンダセッティングっていう、議題設定機能ある、つまり政治っていうのは、誰がアジェンダを設定して引っ張ったかっていう。首都圏を握るのか。それで言うと、麻生さんがやれやれ言うし、ええ、麻生さんの時にリーマンショックがあって、はい、あの時き、選対副委員長で、延期を進言したのが、 菅さ,菅さんで仲悪くなったって言われるでしょ、はい、だけど、そもそも菅さんも選挙大好き人間ですから、うん、で強気の人ですよ。 確かにみんな反対してた安倍さんの2回目を担ぎ出したのは菅さんでしたよ、ねうん、あのね、銀座の焼き鳥屋で4時間くどいてって、僕、あの夜電話して取材したから、よく覚えてるそ、はい、うなんですか、それはね、強気の人なんですよ。だけど、やっぱり安倍政権のあの安倍さんがドクターストップで引いた後、はい、やり残しを自分の低い目線の実務家 してですよさっき言ったガラス張りのデジタル化で一気にやり残したもん変えていくぞと、厚労省も変えるぜっていう、はい、これをやっぱりやりたいっていう気持ちは相当強い、<ー>それと今の空気で解散やると浮かれたっていうふうに思われるでしょう。 ああ、この、な、景気のいいというか、支持率の高い時期に浮かれてやったのかとなっちゃうと。うんうん、おそらくあんまり仲の良くない、なんとか都知事なんかきっとそう言いますよ。あなるほど、なるほど。<laughs> でしょ、うん、そういうこと考えると、はい、常に揺さぶりで、こういうニュース流して、準備しながら、仕事の実績を上げていって、意外とね、夏は6月から7月の頭はあの、参議院、あ、 東京都議会議員でありますね、公明党はそこやりたくないといますで、あれがあるでしょ、そうすると、例えば9月の総裁選、終わった10月の一番ぎりぎり、ああ、もう任期満了に限りなく近いと思う部。でも空気はオリンピックのあと、少し景気もおそらく戻してるでしょ、デジタル化も相当法案通って、世の中の空気は相当変わって、はい 今までのちょっと暗い空気っていうのは、安倍さんに対するね、うん盛りかけ、桜っていう形で、一部メディアが、半分ぐらいのメディアが作り上げた、うこう、ある種のね、はい、暗い空気だったんですよ。でそれはね、おそらくその頃、コロナもほぼ収束してるでしょ。ワ、はい、クチンも来てるでしょ。変わってますよ、空気が。なるほど。うん、そっちの方が、より勝てるかもと、うん。その僕はイメージがあって、その間、 でも早めにやった方がいいのかなっていう。で、アソ、うん、さんも言ってくるしとか。はい。 で、これを言いながら、引っ張っていくんですよ。はあ。うん、あ、もやもやっとした空気のまま引っ張っていくっていうのが一番いいわけですよ、ね。政府、うん、にとって損はないですよ。なるほど。いや、確かに気になってたのが、あの、総理秘書官の人事が官房長官からみんな持ってったっていうじゃないですか。うん、これ、え、ってことは自分で仕事する気でいるのかな、この人は。官房長官総理。はい。県総務大臣。官房長官、県総理、県総務大臣。<laughs> うん。なるほど。あの、全部ね、調整最後は自分でやります。 あ,あとは細かく実務のできる専門家が全部配置してあるでしょ。うもう本当に仕事をする、なるほどそういう夫人なんですよ。 うでそういうのマスク見やすいのはさがないとかサプライズがないとか、はいはい、僕はそういう質問してるメディアがバカじゃないのかと思ってテレビでそう言ったら司会の人ににらまれたけど,れたけど結構怖い顔でね、うん、女性怖いですから <laughs> <laughs> まあ、ね、でも本当いやここから先どういう仕事をして積み上げていくのかってのは楽しですだから同時にメディアも、ねはい、もうちょっと勉強していや、ね、私も含めてだけど変わっていかないと。じゃないとあの 経験で多分菅さんバッサリ切りますよたて割りがなぜだめかってっ、記者クラブは縦割りにしてあるから、うん、情報は縦割りの各役所のキャリア官僚にもらいに行くわけでしょう、うそうしたら書いている方の目線が全然もうずれてるんですよ、メディアを変えない限り、日本はよくならないです、はい、<laughs> 次回も込めて頑張りたいいと思います。 速報が一つ入ってきました。磁気ネックレスなどの予託商法を展開し、2400億円の負債を抱えて破綻したジャパンライフについて、警視庁などの合同捜査本部は今日、詐欺の疑いで元会長の山口高義容疑者78歳を逮捕しました。えー、ジャパンライフ事件山口容疑者逮捕という一報が入ってまいりました。えー、まずは速報をお伝えしました。 お送りしております、オ k ケー工事アップは、いて私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庄市香がお送りしています。今朝のコメンテーターは、ジャーナリストで東海大学教授、末延吉正さんです。末延さん、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ますあの、本題行く前にジャパンライフの件なんですけれども、うん、これね、あの、山口容疑者逮捕となりました。あの、今日の新聞などでは、この桜を見る会にこの人を招待して、うんぬみたいなのがやたらと出てますね。うん、おそらく、野党の人がまたこれで張り切る。なるほど。うん、そうすると、うん あれかな 解散もどんどんんのっかなあそっか解散は国会を召集しなければいけない。解散はだから、もし国会召集が10月の早い段階になれば、まだ解散の可能性あるけど、大体、うん、下旬だって言われてるから、はいまあ、慌てる材料はないから<ー>、ないんじゃないかと思うんですが、それにしてもあの桜はね、はい、とにかく肥大化しちゃって、ま、人たく僕も,もね、若いとき、僕、鈴木善幸総理の頃総理官の頃土曜<ー>日朝早く行くんで嫌だったけど、はい 50秒ぐらいのね、はい、あのローカルニュースになってたんですよ。とにかく、芋煮みたいなごった煮で、はい、なんだか分かんなくてね、あ誰がどこにい、うんだと思だからもちろんちゃんとしなきゃいけないんだけど、うん、そもそもがゆるゆるなもんですよ。ああ、これもあのグレーのっていう、だから僕なんかあんまり意識したことなかったから、<ー>で招待状も来たけど、行ったことなかったし、<ー>だって早起きして何もないし、なんか面倒くさいなと思って、<laughs> まあ今だから言っちゃうけど、ごめんなさい、そんな感じだった。 なるほどだからさっきのデジタル化、はい、オープンガバメントオープンソサエティうん、うん、開かれた社会本当にそこになるかどうか、うん、でもそれは税金逃れももうだめですよというマイナンバーでつなぐ、うん、だからスパイ防止法もない、はい、何もないみんな、試権の制限ですよ。うん だけどコロナの時だけもう早くねお金を払うっていう保障してねやれ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 言ってるけどそんな慌てて本当にいいんですかというもっと実態が分かったから腰を据えてねそもそも立法の精神どう見るのかってとこからちゃんとやらないとね空気に流されるのはよくないですでこの間あの別のテレビ局で言ったらあんまり賛同されなかったけど司会の人に <laughs> でもそうですよね私の権利主権の制限に関わることはやっぱり空気に流されちゃ 後後で後悔するっとす、ね、だって、都知事があの都知事選挙の時にずっと大変だ大変だって小池さんが言うと今でもあの声聞くともうあの飲食店の人が景気が悪くなるって言いますよ、はあはあ、ぐらい重要なことですよ。だけど僕なんか逆に言えばんあんなロックダウンしないで、はい、ちゃんとできる日本のグレーの良さもある。ええええ このあうんの呼吸の良さもある。はいはい、ただ、ただ、税の化で含めて、結構日本のその緩いとこ。はは、デジタル化で一気に変えなきゃいけない。ここも革命的な変化ですよ。ついていけるかな、僕も。僕らもどうなるんだかっていうね。<laughs> <laughs> さあ、えー、では、本題に行きたいと思います。えー、今日の最後のニュースです。ここだけニュース、スクープアップのゾーン。最後のニュースを、スクープアップ アメリカと中国の二国間投資、上期は9年ぶり低い水準。調査会社ロジウムグループによりますと、米中関係の緊張が高まる中で、今年上半期の両国の投資は、えー、9年ぶりの低水準に陥ったということです。アメリカトランプ政権は安全保障上のリスクを理由に、えー、ファーウェイだとか、タン え、短編動画投稿アプリ TikTok を参加に収めるバイトダンスに対する圧力を強めております。まあ、こういったハイテク業界の分断に加えて、新型コロナウイルスの流行も影響したということです。まあ、米中関係とその中で日本はっていうところですよね。これはもう、 間違いなく米中ででででカカップリリングでやっぱ分断すすよよねえー、えー、アメリカは本気ですよだから、ペンスさんの3年前の,あのスピーチありましたね、はいはい、それからこの間のポンペオ国務長官、ニクソン図書館での,あの全体主義、はい、中国独裁者、習近平さん許さないって、はいはい、やっぱりねそニクソン電撃訪中、キッシンジャー以来の関与政策。 関与すれば人権が認められて、オープンな公平な資本主義に近づいてくると言ったのは間違いだったという。これはアメリカの民主党政権、バイデンさんの方も含めて動いてる。とするとですよ、日本が苦しいのは、アメリカの圧力すごいですよ。そういう中で安全保障上は同盟関係でアメリカと組まなきゃいけない。だけど、経済界のかなりの部分はやっぱり中国、手っ取り早く中国とやってきたから、減っているじが。 あるでしょ。うだけど、ここへ来て、例えば、イギリスのジョンソン首相なんかは、例の、あの、英連邦のインテリジェンス仲間、ファイブ・アイズ。情報共有のシステム。ファイブ・アイズ日本ウェルカムって言ってるでしょ。言ってますよね。あれはね、入っておくと強いんですよ。ああ、やっぱ、すごい情報がいっぱい手に入ります。僕は、あの、東海大の平和戦略研究所の所長って仕事やって、何やってるかと、モスクワ大の情報安全研究所っていうのがカウンターパート。 向こうはロシアのサイバーの基礎研究やってるんですよ。だから諜報機関とも関係あるって言われて結構緊張してるんだけどそういう意味で言うと日本は本当に没頭としてたんですよ。だからサイバーの世界もう24時間こんな教科書もないような世界ですよそれ今慌ててやってるデジタル化の中の大きな部分そこがあって本来サイバーっていうのは アメリカが作ったね、このパソコンの世界っていうのは、民生を豊かにするために開発したもんなんですよ。んうんはい、ところが、全体主義の権威主義の中国や北朝鮮やロシアでは、これはね、うん、国家がそれは権力を持つもんなんですよ。はい、国家の安全保障なんですよ。ここがね、決定的に哲学が違うん。うんだから僕はの大学がモスクワ大統一緒にあのサイバーセキュリティのシンポジウムやったとき、はい、日本政府がその提言、直接受け取らないです。 ああ、そうなんです、ね、だから研究所である、私的な民間の研究所である、うちの大学の研究所で、はい、こう、一旦受け取って、うんうん、こう、改めて研究所として提言しに行くという。うんそのくらい、ある種、こう、 気を使わなきゃいけないですよ。だから、繰り返しますが、ビジネスで言うと、中国とっていう、特にだから菅新総理も、n a t アジア版 NATO は反対で囲い込みはしないって言ったでしょ言ってますね、確かにね、総裁選の中でそういうことですよそこに中国寄りのドン・二階さんがいる。だからそれを補う意味でも、安倍さんの弟で、ファあの、 台湾との関係、はい、もう非常に蔡英文総統とも、深い岸の夫さんを防衛大臣に立てた、これは要するに日米同盟の証でもあるし、中国に対する牽制でもあって、早速、中国が反応してますよ,すよ、ね、外務省の報道官が、台湾と公式に関係を深めることは夢夢ないようにっていうふうに言ってますよね。 よりと言われた WHO、WHO あのエチオプヤのテドロスと言いま <laughs> ということで考えると、はい、台湾の存在がこのコロナ禍で一気に上がった、はい、つまり真っ当な民主主義での国家としてあるものを、その全体主義、権主義でワクチンさえも 自分たちの,こうなんていうの覇権主義のために使っている中国に許していいのかというところで台湾カードがもう日本ではずっとタブーでねメディアも触らないですよ、報道しないですよ、ほとんどだけれども,もう台湾カードは国際政治の中国を考えるときにもう触らないと。 分かんんななくなってきたんですよまあ安全保障上もそれこそ与那国島と150キロしか離れてないってう、もんですよ、ね。すだから例の南シナ海が中国の湖になっていいのかと、はい、それは沖縄を含めてね、中国のもうやっぱ攻勢がすごいんですよ、うん、台湾に対する。うんうん このことはねもう日本のメディアもさっきからメディア批判ばっかりですがもうタブーを、ね <laughs> はい、なくしていかないと本当の情勢が読めなくなっていくここはすごく大事なところで,、ね、でそういう中でこの年内に、はい、例のーイージス・アショアの後処理、はい、敵基地攻撃,攻撃これ名前がちょっと刺激的だけどでもはっきりしていることはもう縦と歩行を完全にアメリカと分けてたのはそうじゃないんですよ。 てとこの一部、はい、アメリカに任せずやる、やつまりリスクをシェアする関係にならないと、アメリカが逃げるぞと言ってるんですよ、戦後の日本の安全保障の議論は、はい、アメリカに巻き込まれる論で野党の人はんな行ってきた、はい、今、そんなことないですよ、トランプさんは逃げたいっつってんのっ、まあ、引きたい、引きたいですよね、うん、中東からも引く、当然アジアからも引くんだと。いてほしいんならお金増やせでしょ、はい、つまり今巻き込まれるんじゃなくて、西太平洋からアメリカを逃がさない。 でこれ、置いておくことが大事なんですよ抱きつき論みたいなもんで,す、ねうん、でそこで、<laughs> じゃあリスクをシェアする縦と歩行の関係なるのかというこの決着を年内に予算編成含めて、この安倍政権が残したものをやっていく、はい、ここも大変な問題ですよ。 そう考えると安倍さんが最後に出したあの安全保障に関する総理談話っていうのはちゃんと読み込まなきゃいけないですね。北朝鮮が書いてあるけどそうじゃないぞってとこですね。あれは非常に大切な宿題を残したっていうことですね。今日のスクープアップ、米中の二国間関係、そして日本はどうするというあたり、詳しくお話いただきました。